さあ、今回は30日からいきましょう。おはよう。おう、天音さん早起きは。よし、さあ阿久津がどれだけ進むかな。今日もう終わらすか。はい、まあですね、テニスコートができた日ですね。阿久津さん、巻き割りですか？だったら。いえ、阿久津さん、やる気になってくれたんだなって。そうだね。なんか、やっぱやりたがらない、ねえ、分担作業だけど。言っとくがな、てめえに言われたからじゃねえぞ。誰に、じゃあ誰に言われたから。邪魔だ、余計なことすんじゃねえ。まあ、確かにな。ちょっと、女の子は手伝わない方がいいよ。ああ、巻き運びね。お前がいると気邪魔にならないようにしますから。ったく、これだけ割り味。え、あ、いつの間にそんなに一体いくつ作らせるつもりだ。あ、まさかこんなに割ってると思わなかったです。仕事熱心ですね。どうでもいい、俺は上がるぞ。やるだけのことはちゃっかりやってすね。なんだろう、できるだけ仕事を減らして残りの時間は何もせず給料もらうみたいな。お前は運んできた薪をしまってこい。いいですね、分担作業しっかりしてます。してるじゃないですか。そして10時半は靴ですね。なんか浜辺の方で釣りみたいなのしてるっぽいけどね。これはあの黒羽か青いかはねの時でしかっていうパターンですね。阿久津さん、はい、お水を持ってきました。今はいらねえ。え、こんな暑さですよ。水甘みに取った方がいいって跡部さんも言ってましたよ。さっきの。そうですか、わかりました。いいかな、冷えてる。そうそう、冷えてる方がうまいよ。考えてるじゃん。つぐみが教えてくれたんですよ。いいじゃない。まあ、こういう時にキンキンに冷えたやつ飲みたいね。阿久津はモトクロスが趣味なんですか？なんでし、戦国さんに聞きました。見る、知らねえの。バイクは公道以外なら免許。え、じゃあ乗ってるんですか？今は見てる。ああ、びっくりした。そう、そうだよな、中学生だもんな設定としてな。まあそれ、その設定自体おかしいなと思うけど。11時は誰でもいいみたいです。なんか炊事場に何か。あ、川沢行く。ああ、お、やーに聞きたいことがある。なんか赤沢と書いて、ま、いい、見間違えやすいな。日が中がちょっとね、名前がね、うん、どうしよう。じゃあ会に、じゃあ寄ってくか。うん、なんですか。いや、格闘技ってどう思う。格闘技。ああ、そうですね。ああ、そっか。なんだか痛そうですし。あら、そこで多分止まっちゃうんだな。そうだった。うん、興味あるにしとかないと基本的に止まってしまう部分はあるのか。海だ。海を見ると8割の人間は叫びたい衝動に駆られるそうですよ。だからこれは仕方がないんです。お前と話してるとたまに頭が痛い。そうですか。私はクッさんと話すの楽しくて好きですよ。もしかして照れてます？殴るぞ。
まあいいんじゃないですか、関係的にはどんどん喋ってった方が。今日の探索では後べ顔まなんだろう、ならばならたでしたらお前ら、おお落ち着いて来てよけ、わかる。おいおい友、いいだろう、いいですよ、それ他に何もなければ。2時南、まあだいぶ上がってきたんでいいでしょう。噂ですね。ちなみにさ、阿久津さんのことでまた質問です。まあいいがな。なんで阿久津さんテニス辞めちゃったんですか。ああ声楽との試合で越前と戦ってな、負けたんだよ。なんか一回負けたらもうやらないみたいな立ちなのか。いやそれがどうもよくわからないんだ。阿久津は妙にさっぱりした顔でこれ以上は興味ないって言って辞めたからな。興味ない、戦国は燃え尽きたんだなんて言ってた。けど 部にはいるっていう、まあ幽霊部員みたいな的な感じか。誰と話してもいい。あんまり話す人いないな。水木さん、いや、ちょっといいか。じゃあ、はいどうぞ。黒林さん何ですか。基本的に興味あるにしとかないと話が続かないっていう感じか。お前血液型、私ですか。私はまあ性格はそれで判断したくはないけど、この頃ずっとねヒロインとしてやってて、まあ O か B だな。大型にしよっか。おお黒丸さんは何型なんですか。俺は A 型だ。 A 型と O 型って結構相性いいみたいですよ。男女逆なら最高なんですけどね。そういうもんか。だからそういう普通の会話もしていくわけだ。なるほど。これは何がどう選んだかでだいぶ変わるんだろうな。はい。でもこっちから聞いてきて、ね。そりゃねえだろっていう。もうちょっとなんか食いついてほしかった。2時 ?3 時まあ、阿久津阿久津で行こうか、じゃあ。探索組に入ってんのか。阿久津さん、これから探索ですよね。どこまで行くんですか。ちょっと後部さんに確認してきます。勝手に行かないでくださいね。これって集団で行くわけじゃなくて。ああそうか、木陰って涼しいですね。森林浴効果ですかね。私もよく知らないですけど、森林の中で気持ちいい気分になる効果があるらしいですよ。そうだ、阿久津さんは休日とか何してるんですか。俺が何してようが俺の勝手だ。でも知りたいんですよ。あ、そうなの。本当に街をぶら暇なんですね。ねえ、じゃあ私のも言いますね。さあこっからだな。家事の手伝いをしています。ふん。そうだね、まともだね。少しはまともなこと。はい、お小遣いもらいますしね。これが目的。否定できないです。お前のその笑い方はなんとかならねえのかよ。 いちいち頭に響くんだ。なんかちょっとあざとい感じかな。二日酔いのサラリーマンみたいな言い方ですよ。言ってくれる。あ、でもサラリーマンって毎朝まあ確かに、でもサラリーマンって感じじゃないな。阿久津の将来的に。
サラリーマンが全員、まあ、そうそう電車通勤ってわけじゃ、だけど東京だと基本なんかそういうイメージ湧いちゃう。お前、私ですか。都民ってことでいいんだよね。バス通学です。学校の付近に電車の駅がないのでバス通学。ああ、じゃあ、田舎なの。不便だな。不便だな。バスが定刻通り来なかったり本数が少ないので乗り遅れると大変なことになります。サボり、そうもいきませんよ。どうなとこで律儀なやつだ。いや、でもね、なんだろう、元気な子は基本そうだな、律儀というか学校無遅刻だよな。デコボコ道に、そうですね、上りじゃないだけマシですけど、あんまり足元ばかり。はい、分かってます。ならいい。そうだ、草暇なので賭けをしませんか。何を賭ける。あ、今日の夕飯のおかずね。何しよう、次に見かける花の色とかどうですか。私は次に見かける花って、赤。俺はなかなか見つからないですね。ざまあねえな。黄色だった。返すことができません。夕飯の時に好きなおかずを取っていってください。え、でも賭けは賭けです。俺がいいって言ってるんだ。はい、じゃあ食後に肩もみしますね。すごいな、ほんと余計なお世話だって感じなのに、だんだんと感情は芽生えてくるのかもしれないね。なんだ、見てください、向こうの空、虹が出てますよ。雨が降ったんでしょうか。さあな、俺が、そうですね、綺麗。お前はまあロマンチックな人が多いからね、女性は大好きで。危ない、とりあえず今は距離もあるから。まあな、おい、それくらい分かりますよ。弱音を吐くなら置いていくぞ。あ、はい、大丈夫ですよ、この通り絶好調です。なら黙って歩け。アクさん、やっぱり黙ってんのは無理ですよ。そうだ、アクさんは現地に着いたら何したいですか。遊びに行ってるわけじゃねえだろ、探索に決まっ、そうですね、でも私は水場を探す、食べ物捜索、水場を探す、水場を探したいです。さっき草に足を切ったんで、草で足を切ったんで洗いたいです。足を切ったの。そうだな、なんで言わないんだ。なんでそん時に言わねえんだ。あ、でも稼ぎきつ程度ですから大丈夫ですよ。そんなか、バカンスに行く予定だったから消えそうなんですよ。ああ、そうか、それはちょっとでも災難だよね。あそこに何か見えませんか。きっとそうですよ、少し頑張るぞ。おお、初めてじゃないか、ここ来た。湖ですね。ああ、いい景色だな。このところに湖があるとは思いませんでした。そうですか、この島ってそんなに大きくないのに、いろんな地形があって珍しいですね。言われる。アクサが納得してる。ごくたまに鋭い、うん。本当にごくたまにですよね。笑ってやがる。どうしたんですか、アクサさん。それじゃあ、この湖の周辺調べましょうよ。気にするな。別に変わったものはなかったですね。気にする。どうしたんですか、アクサさん。なんか変ですよ。気にす、まだな。湖の中も少し調べておきたいんです。なかって水面から見てみるだけです。落ちるなんてお約束は。そうだな、ほんとそうだよ。え、ちょっとびっくりした。行った途端にそれか。たく、世話の焼けるな、ほんとに。てめえ、少しは慎重になれ。本当そうだよな。よく見ろ、草が濡れてるだ。ここは雨が降ってたんで。そうだね、そういうことだ。ところで草さん、離れていいからさ、離れてください。草さん、力が強いですね。胸板も熱いし、ドキドキしちゃいました。言っとくが、今のは不覚。分かってますよ、私を助けてくれたんですか。優しいですね、草さん。うるせえ、思わず手が伸びちまっただけだ。かい、
さあ7時アクセ。あ、靴さ、あれ靴さんどこに行ったんだろう。海岸の方かな。靴さんいた、何してるのかな。何の練習、何か練習してんの。誰だ。あ、私です、靴さん。テニスの練習ですか。んなわけねえだろう。ああ、ただの体操だ。テニスの練習はしないんですか。俺はもうテニスはしねえんだよ。そうだ、それは聞いたから、そこで聞けばいいんじゃないの。合宿に参加してんの。日で参加したんじゃねえ。なんだか複雑ですね。お前の理解。それよりそこの連中、なんだ、他にも見てる連中がいる。なかなか興味深いものを見させてもらいましたよ。あ、ルーカ、あの方は空手のつもりか。盆踊りかと思ったぜ。なんだと。ちょ、待ってください。何なんですか。喧嘩はダメですよ。喧嘩ではありませんよ。単に彼の空手の批判をしているだけです。いや、空手じゃないって体操なんでしょ。ああいう邪道な方を見てるとな、腹が立ってくんだよ。空手をバカにされてるみてえで。バカか、てめえらは。型に空手ってのは、要するに相手を倒しちゃいいんだ。型にこ、面白い。琉球空手。我々琉球空手。それぞれ流派あるんだ。知るか。だが、相手してほしいってんだ。やってやるぜ。ストップです。そこまで。喧嘩はダメだって言ってるじゃないですか。喧嘩じゃなくて試合なら文句はないでしょ。うん、でもどちらかが怪我したらまずくねえか。ええ。なんでテニスの合宿で空手の試合をしなきゃいけないんですか。じゃあそもそもテニスを見られてないんだけど。格闘技者としてのプライドですよ。ああ、はいはい。確かに今はテニスの選手です。何でもありだな、俺。我々はもともと沖縄手応えのありそうな相手と試合してみたいというのは。まあ確かにな。テニスと同じでしょう。負けず嫌い多いですからね。怪我したらどう。そうだよね、全国大会近いんですよね。おいおい、まさかワッタンが怪我すると思ってるか。阿久津の野郎は怪我したとしても全国大会には関係ないしな。心配はいりませんよ。阿久津さん乗っちゃダメですよ。アクスさんってば。いつまでもこ。いいでしょう。後日ね。後日この蹴りはつけるという。前後大会終わってからにしようよ。試合形式で。あ、待ってください、アクスさん。なかなか骨。ああ、我流だが。まあ確かに。身体能力は化け物級だと思うよ。うむしくな。さあ、7時半、7時半と8時は誰と話してもいいらしいです。結構阿久津はそういうほっとく感じでもいいんだな。さあ難しいな、誰行こうかな。アマネ、ちょっとなんか違うサイト見たらアマネがそこそこ人気だし、どうなんだろう。アマネくん、アマネくんは星に興味ある、うん、あんまりないな。ただここで見る星空はすごく綺麗で目、うん、そうだよね。こんなにいっぱい星が見えることなんてプレネタリウムでもない限りなかった。ああ、それで思い出したが、子供の頃勝手に星をつなげて自分で星座を命名したことがあった。いいよね、そういうのね。だからそもそも なんでこんな型にはまった星座ってつけられてんだろうって思うぐらいだから。くだらないものばっかりだ。餃子、なるほど。面白いね。ところで天音くんってどういうテニスが得意なの。ダジャレ殺法。ダジャレ殺法だから。それってテニスの技。ダジャレで相手を笑わせて反撃させないわ。今までそれでうまくいったことあるの。じゃあ得意技とは言えないんじゃない。ここにはどんな技があるの。パワーテニスだね。ああ、それなら納得。天音くん力強そうだもんね。
そんなにじゃあなんか技で やっていくタイプじゃなかった。本当に初期に出てきたような中学校だっけ、六角中って。佐伯とか話したことない。あ、来た、平子場。平子ちょっとごめん。佐伯さん、お水いりますか。お、気が利くな。イケメンな佐伯。もらうよ。ありがとう。お、海水を少し混ぜたんです。あ、もちろん海水もちゃんと浄水器を通してますよ。海水、あー、スポーツドリンク系か。スポーツドリンクの代わりだね。はい、電解質が水の呼吸を高めて海水に含まれるミネラルも取れて一石二鳥です。メモを見ながら言ってたら受け売りだってバレバレだよ。まあな、そんなか急に言われてもね、説明できないよな。佐伯さんでどんな感じのテニスするんですか。テニススタイルのこと。はい、そうです。俺はサーブ&ボレーヤーだね。なるほど。特にボレーに関しては自信が。ネット際に強いってことですね。そうだな、相手の動きを読んで対応。反射神経がいいんですね。まあちょっと奥は深いけどね。まあね、いろいろ。どんな特技あるんですか。それはそのうちわかると思うけどね。ちょっとこれは原作見なきゃな。ちょっとわからないから、この人のこと。4月30日8時半、阿久津。さあ、ここでテニスをやめたわけ聞けるかな。ちょっと阿久津はその辺もちょっと知りたい。原作あんま読んだことないから。阿久津さん、こんばんは。読んだだけで睨まないでくださいね。なんで。そうですか。阿久津さんは夜は同室の人と遊んでますか。少しはな。ああ、トランプぐらいしてるんだ。トランプをした。負けたの。思い出したらムカついてきた。何かあったんですか。何でも。いきなり怒らないでくださいよ。もうそんなことだとみんなが怖がっちゃいますよ。そんな軟弱なやつとは会話なんかしねえよ。なるほど。お前はゲームは。私はどうしよう。これはゲーム苦手な方にしようか。歯切れが悪い言い方。つぐみとトランプとかすると絶対負けちゃいます。うん、これはね、得意あるだろうね。お前は顔に出すぎ。さあ、テニスをやめたわけ。違う。じゃあその試合で燃え尽きたから。しつこいな、お前は。だって気になるじゃないですか。それに阿久津さんのテニス姿見てみたいです。ほんとそうよ。勝手に。じゃあやめた理由だけでも教えてください。越前との試合よりエキサイティングな試合は。なるほど。もう体験できねえ。かなりね、序盤でも屈指の名場面だった気がするからな。やっぱり燃え尽きちゃったんですね。微妙に違う。最高の体験をしたら。逆だって言ってるじゃん。最高の体験したんでしょ。もうこれ以上の体験はできないと。でも1年坊と対戦して。でも1年、そう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 、まだ1年だからもっと成長してますよ。そしたらその成長した相手と戦った方がもっとエキサイティングじゃないんですか。なかなか面白いこと言いやがる。よく言われます。そうだよ。気が向いたら。でも結局新テニスの王子様でもいたから続けてはいるんだよね、多分ね。保証はしねえ。楽しみにしてます。さあ、4月30日の9時、ここからはそうですね、つぐみとの会話で終わりですか。さあ、31日行きましょう。朝から攻めに出会うとはな。阿久津さん、おはようございます。こういうのでも地味にちょっと上がんねえね。さあ、31日は
ね、バレる日ですね、阿久津の計画が。今回は、そういうのも行かないんでね、探検とか宝の地図探検も行かないみたいなんで、さあどんどん阿久津を攻めていっていきましょう。さんどっかに行くつもりみたいな、やっぱりキデさんと試合するのかな、 それが見れるってこと、心配だしついていこう。やはり来ました、来たか、やるんだね結局。呼び試合形式、試合だとバカか、喧嘩に試合もそうはあるかよ。喧嘩のつもりなんだ、喧嘩ではありませんよ。そうだよな、キデは試合をしに来た、純粋に格闘技者としての力を試し、綺麗事言うんじゃねえ、俺を無事、分かってもらえませんかね。君も格闘をかじっていれば分かると思ったんですが、格闘なんぞ所詮強い、ストップやっと追いついた、くさ足早すぎです、てっきり巻いたと思ったんだ、しつこいぞ。確かにね、男の喧嘩に女は割り込んでくんだって確かに思うかもしれない。やれやれ、だからもうやめましょうよ。まさかとは思いますが、阿久津くん、彼女を使って俺との決戦を避けてるんじゃない、なんだ、どうにも不自然なんですよ。君ならこんな女子一人巻くのは簡単なはず。こいつのしつこさ、尋常じゃねえんだ。こいつのしつこさ、しつこい女の子だからね。さてね、単に臆病風に吹かれただけとは言えませんかね。てめえ、せっかくいい勝負ができると期待していたんですが、どうやら見込み違う。さようなら。あら、よくやっちゃうの。待ち上がれ。お。おおお、来たぞ来たぞ。何？え？そういう手を使うのは相手を見てやった方がいいです。やり方が下手なんですよ。こうやらないと。危ない。ああ、なるほど、そういう感じなんのね。すごいな。まあすごいね、将来有望だねこの子。ん？おい、上等だ。ダメですってば。君に危害を与える気はなかったんですか。いいんです、今のは私が勝手にやっただけです。でももうやめてください。わかる。バカ野郎、何やってんだ。ごめんなさい。てめえなんぞに助けられる羽目になるとはな。そうだな、でも本当にヤバかったの事実だから。待て、怪我してんだ、無理すんな。え？背負ってやる。お、男気。おお、上がった上がった。